こんにちは、速稼塾の久保です。今日はね、逆光ですね。ちょっと反対側行きましょうか。はい、久保です。この国っていうのはですね、サボる人にとっても温かいという面がありまして、特にですね、この税金で食べてらっしゃる方ってすごく豊かなんですよ。こういうとね、皮肉な話になりますけども、で、一生懸命税金を払う方っていうのは結構暮らしがね、苦しいんですよね。これはね、スパッと一刀両断できない部分がありますけども、まあ、いろんな状況あるんですよ。いろんな状況あるんですけども、単純に、生産性を求められる部門っていうのは、まあ、民間企業なんですよね。で、生産性があんまり求められないというか、逆に生産性が落ちた方が雇用が確保できちゃうのが、まあ、税金で食べてらっしゃる方という見方もあるんですよね。もちろん税金で食べてらっしゃる方といっても、一口に言ってもですね、まあ、無駄なお金を使う方もいれば、まあ、我々のためにですね、警察ですとか防衛ですとか自衛隊とか消防とかね、本当に必要な部門もあると思いますし、市役所の方とか区役所の方が全員がね、どうしようもない人だって言ってるわけじゃないんですよ。ただスパッと2分の1にした時に、そういうふうに見られがちだということはあるんですよね。まあ、その中で今回一つのね、もうどうしようもない例をお伝えしようと思います。それはですね、助成金とか補助金というものがあるんですよね。特に、田舎地方の方でね、もう人がいないよと、雇用が確保できてないよとかね、会社とかお店がないよと、なんとか人口を復活させて、で、この町をね、長期で活性化させたいよっていう、そういうふうなね、市区町村、地方自治団体、そういったところにもしね、引っ越す可能性があるとすると、そういう制度を利用して、ずっとではないですけどもね、スタートアップをかなり楽にできる、そんなことがあるんですよ。まあ、今回ですね、速稼塾の塾生さんの中にマイアミさんっていう、ミスターマイアミさんっていう方がいらっしゃって、もしかしたら高知に引っ越すかもしれないということなんですよ。それでですね、高知の補助金助成金を調べてみると、まあ山ほど出てくるんですよ。新しくお住まいになる方とか、新しく事業される方とか、空き店舗を利用される方に対して、もう最初からね、お金あげまーすみたいな感じでね、補助金助成金なんで返還の必要ありませんって方でね、審査も銀行ほど厳しくありませんみたいなのがね、あるわけなんですよ。吉田さんがね、確かね、鹿児島に行った時もこの制度っていうのはね、ふんだんに利用したと思うんですけども、いかがでしょうかね。起業される方とかね、新しく住民票を移された方にはものすごく手厚いのがこの日本の税制なんですよね。税金っていうのは吸い取った分、誰かに対して使ってるわけなんですよね。今回の話の冒頭で言いましたけども、公務員さんが税金を取って楽をしてるっていう話に勘違いされたけど、そうではありません。そうではないんですよ。あくまで民間の業者さんにお金をあげますよっていう形でチャンスを与えるという意味で楽をさせてくれるんですよね。だいたい会社って設立すると最初のね、2、3年は利益が出づらいわけですよ。設備投資とかありますしね、人材とか広告とかにお金かかりますんで、じゃあそういう時になかなか自分の資金が貯まるまでできないよって方を、まあね、助ける意味で税金を投入して、そして事業がうまくいったら末永く税金で返してくださいよっていうね、うまくできてる制度なんですよね。まあ、ですから税金で暮らしてらっしゃる方が一方的に楽かって言ったらね、そうではないことがここでわかると思います。それではですね、次の動画では高知県のどんな補助金助成金があるのかっていう動画をお届けしますので、参考にしてみてください。で、納税っていうのはね、我々の義務ですから、やっぱ喜びで納税をしたいと思いますし、税金をね、使う方っていうのは1円でも無駄にならないように、まあ、頑張っていただきたいかなと思います。こういうふうにね、我々は所得の再分配っていう制度を税金として、設けられていますし、あとね、多くの方が気づいてないと思いますけども、税金があるからこそ、強制的に徴収されるお金があるからこそ、日本円っていうのはね、価値を永遠に担保できてるってところがあります。これにつきましては、また別のことでね、お話ししようかと思います。それでは、失礼します。